イッポドリニックスは iPod に移植された Linux ディストリビューションである。2005年、イッポドリニックスプロジェクトは、たくさんのソフトウェアの利用の拡張とオグボービス及びフラッグ形式のサポートを追加するために始められた。Apple 非公式のためサポート外となる。このプロジェクトはパッツラと呼ばれる iPod 向け GUI インターフェースを選択するために書かれた。パッツ s は、 多くのアプリケーションに内蔵することができる。これらのアプリケーションは、サッシュと呼ばれるシェル、計算機、ペイントプログラム、及びいくつかのゲームが含まれる。2007年には、一歩ドリニックスのみをターゲットとした、コンピュータウイルス、リナックス、パドロソが発見された。2011年1月現在、本プロジェクトのサイトは長期間閲覧できない状態に、ある。再開されるかどうかは不明である。 インストーラーのダウンロードは h t t p a q u a g e r o c o m m i c h e ラッシュにて可 l Linux カーネルの他にパッツラ、パッツラにという主要なコンポーネントを持つ次のアプリケーションが提供される以下は iPod での動作状況のリストである Linux Padroso テクニカルノートシマンテック発の iPod ウイルス出現 ただし Linux 搭載機のみ、IT メディア iPod 特有の要素を持たず、あらゆるプラットフォームで、あらゆる OS を標的とすることが可能であることを示すためのコンセプト証明ウイルスだと見られている。発見時には、作者の名前をとり、Linux n a s r と呼ばれていた。 h t t p i p o d、u、l i n u x o r g m o d u l e s h o t リモート動作のために必要である。abcdefghijk これらのモデルに対しては、USB および firewire のいずれの手段によるドライバも用意されていない。USB 接続が行われた際には、代用策として iPod を ディスクモードで再起動するか尋ねるプロンプトが表示される。ABCDEFGE 標準的なバッテリー残量表示とディープスリープ機能が有効になっている。ABCDEF 現状ではパッツラはピーゾに直接アクセスしているためカーネルドライバは存在しない。AB これらのモデルではラインイン経由での録音はサポートされておらずマイク経由でのみ録音できる。 フェブラリー 20075.5G や一発は、ダタゴストの手によって調整されたカーネルによって動作する。ABCD ファームウェアが暗号化されているため、おそらく対応することはない。おそらく対応することはない。ホームブループログラムであるジェイルブレイクが存在している。ありがとうございます。